続いて日曜夕方6時から放送のポケットモンスターサン&アンメン。サトシとポケモンスクールの仲間たちが劇の発表会に挑戦。家族を招いてうまくお芝居できるかな。ところがそこに台本を読んだロケット団が乱入。とんでもない劇になりそうだぞ。今週日曜日も夕方はテレビから目が離せない。それではクイズ。今週はポケットモンスターサン&ムーンから、劇の発表会でカキが演じた伝説のポケモンの名前は。日曜日のアニメを見てオハスタホームページからクイズに応募しよう。見たら分かる。見たら分かるんだ。